はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうとです。本日はプロ野球スピリッツの、イベントでですね、何だったかな、ミリオンマネジメントっていうイベントがありまして、もうあと3時間で終わっちゃうんですけど、それの報酬で、S ランク 30% OB 契約書第2弾っていうのがもらえたんで、今回はこれをちょっと引いてみようかなっていう動画にしようと思います。で、上に A ランク自チームのが当たりますんで、これでもし S ランク出た場合、同じ選手の2つ引いて限界突破に使おうかなと思いまして撮ってます。はい。でですね、まあ一応ちょっとどの選手が当たるか確認していこうと思うんですけど、まず西山選手ですね。こちらも自分がカーブ見始めた時に正捕手を貼られてたんで、よく見てました、西山選手です。まあ次は誰しもが知ってるである誰しもが知ってるであろう、はい、長嶋選手ですね。はい、こちら自分持ってるんですけど、少し能力がね、パワーとか確か1ぐらい上がってると思うんで、こちら欲しいですね。続きまして、森田選手ですね。こちらあまり現役の時を自分よく知らないんですけど、これ見る限り、佐々木大魔神さんのにつなぐ役割として14勝を挙げてる選手なんで、いい選手かなと思います。続きまして江夏選手ですね。こちらカープにも在籍されてましたんで、球威 A、 制球 B、 スタミナ A ってことで、こちらも欲しい選手です。次伊藤選手なんですけど、 BAB やって、であまり現役の時を覚えてないんですけど、これ見る限り全てリリーフ登板で18勝上げてるんですよ。結構意味わかんない感じで最多勝も取ってるんで、はい、こちらも結構欲しい選手かなと思います。次和田選手ですね。こちらも現役の時バリバリ見てましたんで、ミート A、 パワー A あるんで、こちらも欲しい選手です。で、今侍ジャパンの監督がされてる稲葉選手ですね。はい、ミート A、 パワー B で、守備もちゃんとね B ありますんで、こちらもいい選手かなと思います。次真原選手ですね。自分もよくテレビで見てたんで、もう抑えとしてバリバリやってた時の、球威 A、 制球 B ありますんで、こちらも抑えとして欲しいかなと思います。次里崎選手ですね。はい、ロッテ、の強い時ずっと正捕手されてたん で日本代表のね、確かキャッチャーもされたことがあったんで、はい、こちらもいい選手かなと思います。で、秋山選手ですね。ソフトバンクの監督もされてたことがありますし、で、能力なんですけど、ミートは C なんですけど、それ以外 A なんですね。もうミート以外は完璧なんで、こちらも欲しい選手かなと思います。で、次永井選手ですね。これね、前のちょうど1年前かなの、OB のバージョンでゲットしてるんですよ。なんで、まあこちらゲットした場合、今限界突破をしていこうかなと思ってます。で、ラストですかね、山田久志選手。こちらめちゃくちゃ欲しいですね。アンダースローで、で ABA ありますし、アンダースローにすると149キロ出ますからね。こちら欲しいですね。26勝してましたね、今見た感じ。はい、めちゃくちゃいいかなと思います。なんで、まあ今回一番欲しい選手って言ったら、自分の中では、まあ山田久志選手ですかね。で、まあ長嶋選手が当たっても限界突破もできますし、欲しい選手ですね。で、まあ江夏選手、まあ一番欲しい選手って言ったら、まあ山田久志選手か長嶋選手か江夏選手が当たれば、自分の中では結構使っていけるかなと思っております。それでは引いていきましょう。いやー、これ 30% なんで、だってもうこう当たる前提で話してますけど、 A ランク当たる可能性がね全然あるんで、まあちょっとこれは緊張しますけど、
行きましょう。この時が一番緊張する。じゃあちょっと来い。あ、これないわ。マジか。うわー、これ A ランクじゃねー。最悪だ。最悪だ。まあでも、まあまあ原選手でも S ランクじゃないんでね。S ランクじゃないのでちょっとあれですけど、マハラ選手です。すいません、これ全然面白くない動画になっちゃいましたね。ですいません、ちょっと残念な結果になったんですけど、一応俺のくじ運が悪いってことでこの動画すいません、なんかこんな感じになっちゃったんですけど、以上で終わろうと思います。すいません、ありがとうございました。握りしめて進めばいい。確か